はじめまして。最近、運がないと感じることが多くて、それで心と生活しんどいです。どうしたら運を上げることができますか過去に同じ質問出てましたら、ごめんなさい。うん、まあ、運がいいっていうのは、俺はあんまりその運とかじゃないと思ってて、やっぱりその人の総合点だと思ってるんですよ。その人の知り合いの数、友達の数、好かれてる人の数、また逆に嫌われてる人の数。 これマイナスポイントとかありますけど、あと知識、で技術、経験で、人柄、性格、言葉遣い、表情、あともうその容姿、服装とかそういった外の、まあ、外に対する見える範囲のマナーだったり、見だしなみだったり、まあ、そういう全てのことの総合点で、やっぱり点数の高い大きいものを持ってる人は、 運がいいと見なされるでしょうね。それなんでかって言ったら、いい方向に転ぶ回数が多いから、そういうものがあの高くその方が保持していらっしゃれば、運よく転ぶっていう、運じゃないんだけど、うまく運ぶ確率が上がるんですよ。もしそれがすごい少なかった場合、マジで運ゲーです。 運がマジでないと、どこにも転がっていかねえっていう人生になっちゃうんで。でまあ言ったら友達いない、知り合いいない、好かれてる人いない、能力ない、知識ない、経験ない、えー、見た目も清潔にしてない、言葉遣い悪い、表情が不,不愛想、みたいな人が運よくいきなり誰かに見染められて、君はこういう仕事をするべきだ、君をここに抜擢しますなんて確率ほとんどないでしょそれは運悪いな、俺って思っちゃうじゃないですか。 俺はだからその運よりも自分の総合点が運を上げる唯一の鍵じゃないかなって思います。